どうもジャニゴリです。今日はですね、静岡市葵区田町にあります隠れ居酒屋神崎を紹介したいと思います。この店をですね、紹介してくれた食いしん坊仲間翔平くんがですね、今日急遽病欠になってしまいましたので食いしん坊仲間もう一人のですね、インスタグラマーでもあり代理店の社長でもあります柴山さんを、ご招待しました。どうぞなんか一言お願いします。また出ました、柴山です。あ、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大衆居酒屋って感じですね。じゃあ行ってみましょう。はい、お願いします。おい、ジャニゴリステッカー貼ってくれてあります。お願いします。居酒屋神崎です。創業28年目です。神崎はどんなお店ですか？地域の皆様に来ていただいているあの、まあ、地域密着型のお店です。はい、はい、ありがとうございます。メニューの紹介になります。まあ、お刺身と、はい、エビ新醤、はい、並びに、まあ、揚げ物、はい、あと焼き鳥、まあ、この3つがメインとなっております。はい、こちらは？こちらの選べるお通しってことでやらせてもらってます。カモーン、イエーイ。はい、店内はこんな雰囲気となっております。左手にカウンターが8席ほど、テーブルが右側にですね、 4×2 ですね。細長い店内ですね。非常に清潔感があります。奥の掘りごたつの席でですね、まあ、宴会もできますね。はい、では一番人気刺身盛り合わせです。これでですね、なんと1000円なんです。1000円、安いね。信じられないですよね。まずはこれ、何が乗ってるんでしょうか？生タコ、ホタテ、はい、こちら金目鯛、白身が、で、マグロです。はい、はい、ありがとうございます。じゃあいきなり中トロからいきますよ。うわー、見てない、肉厚いよ。肉厚です。あ、とろけるわー、赤玉です。確かに、うん、肉厚。金目ですか？うん、バカマ、バカマ出ました。ゴリゴリ。続きまして焼き鳥です。真ん中はバラ肉、はい、で手羽先です。すっごいボリュームですね。めちゃめちゃ美味しそうです。続いてこちらはですね、塩ですね。タレですね。あ、タレですね。はい、レバーと皮です。じゃあ何からいきますか、ジャニオリさん。これは豚ネギますかね。いただきます。大きいですね、うん、めちゃめちゃ大きい。なかなかこのサイズのね、焼き鳥出すとこないですよね。ないですよ。うん、見た目通りすごい脂乗ってて美味しい。一口ください。うまっ。これ1本で相当お腹いっぱいになるね、うん、それは皮ですか？皮ですね。すごい、皮もめちゃめちゃ大きいですよね、これ。普通の焼き鳥で2倍ぐらいあるね。2倍はあるんじゃないですかね。うん、もうね、ブリブリですよ。ブリブリ、ブリブリですか、うん、やっぱね、皮ってタレなんですよ。皮はタレだね。だからタレがいいと思います。じゃあ柴山さんも。はい、じゃあちょっといいですか。うん、うまっ。幸せ。これうまいっすよね、うん、あー、美味しいわ、皮。ここね、あの、社長初めてなんですけど、いいでしょ、ここ。美味しいです。うん、じゃあ、エビ新醤いっちゃいますか。エビ新醤、エビのすり身を大葉で巻いて揚げてあります。はい、塩で食べる。そうですね、塩がいいと思います。あ、はい、いいですね。日本酒が欲しいですね、これは。
塩ですね。うん、塩で。いただきます。うん、今サクサクだし、味噌が、味噌が効いてる、すごいいい感じですね。あー、幸せ。やっぱこれは冷酒ですか。やっぱり冷酒飲みたいですね。もう、炭火がですね、めちゃめちゃ柔らかい。口の中で旨味がこう、爆発する感じ。いや、食リポ難しいわ。エビシンジャ美味しい。今日1位っすか。今日1位。最高にうまいエビシンジャ。これ絶対食べた方がいいね。じゃあいくつか大将に質問していきます。よろしくお願いします。今日ですね、美味しい絶品の刺身をいただいたんですけれども、あれだけのものを出せるっていうのは何かこう秘密があるんですか。秘密、朝早く起きてあの市場に行って、安いものを、探してくるっていう、そんな感じですかね。今日ですね、何品か食べさせていただいたんですけれども、はい、どのお料理もすっごいこうボリュームがあったんですが、ボリューム、はいはい、のボリュームに対するなんかこだわりってあるんですか。はい、そうですね、はい、まあ串に関して言えば、1本食べ終わった時にすごくこう印象に残るというか、まあ、あと振り返ってみても頭に残ってるぐらいの量で、めっちゃ満足でしたね。また食べたくなるね、これね。まあ刺身に関してそうですよね、やっぱ満足する量っていうのを僕なりに。今の静岡市青く田町で営業されてますけれども、はい、まあ、ここで営業している理由と、はい、今後のなんかこう目標っていうのがあれば。まあ理由としては、ここはもう生まれ育った自宅なんですよね。ああ、それをまあ地元で改装してやったのが9年ぐらい前です。まあ、その前からまあ自宅を改装してやってたんですけど、今後ですか。でもね、野望はまあ秘めてはありますが、でももうちょっと盛り上げていきたい。地元、田町を盛り上げていきたい。いや、もう魅力ながら協力したいなっていう感じです。はい、ぜひぜひ、ありがとうございます。はい、じゃあまた飲み行きましょう。はい、はい、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。首は、ヒルビル最高。